こんにちは、クリッカーなつみです。自動運転タクシーの実証実験を8月下旬に行うとしていたタクシー大手の日の丸交通と自動運転技術を開発する ZMP が8月27日都内で予定通り実証実験を開始しました。千代田区大手町と港区の六本木ヒルズ間の約 5.3km を1日に4往復するもので、トヨタ自動車のミニバンエスティマをベースに ZMP の自動運転システムやセンサーを搭載、車線変更や右左折、発進、停車などの操作を自動でこなします。新聞報道によると、自動運転タクシーが乗客を乗せて公道を営業走行するのは世界初の試みで、東京都が実用化の促進を目的に両社に1000万円を補助、公募で当選した乗客が片道料金1500円で乗車したそうです。緊急時や交通状況によっては人が代わりに操作するため、運転席と助手席に係員が乗車。乗客によれば車線変更なども自然で、普通のタクシーと勘違いするほど運転がスムーズだったそうです。専用のスマートフォンアプリで到着したタクシーのドアを開け、乗車後の料金支払いは事前登録したクレジットカードで行う仕組み。実証実験は9月8日まで続けられる予定で、両社は東京五輪が開催される2020年の実用化を目指しています。今後も自動運転車を使ったタクシーやバスの実証実験は全国各地で実施される見込みで、本年11月には多摩ニュータウン、来春には大津市でも予定。こうした動きの背景には慢性的なタクシードライバー不足があるようで、日本政府も自動運転を成長戦略の柱に据え、普及に向けた数値目標を設定、事故時の責任所在などをめぐる法整備を進める考えのようです。